三連国とは、麻雀における、ローカル役の一つ。333.44455など、同色で三つ連続した時項を作ることにより、成立する。にこぼし、食い下がりはない。比較的広く知られている、ローカル役だが、現在の一般的なルールでは採用しない場合が、多く、各種プロ団体は、もちろんのことフリージャンソーでもほとんど採用されない。 オンラインマージャンでは、東風層、半ゲーム、マージャン格闘クラブが採用しない中、MJ シリーズでかつて採用されていた。その MJ シリーズでも、2010年4月1日のルール改正で、四連国、大車輪に半縛りと共に廃止になった。役の難易度はそれほど高くはなく、狙って作るのもそれほど難しいことではない。 例えばこのような一平行含みの形から泣いていくことで比較的簡単に作ることができる。π の構成がよく似た役として345.345345のように同一順庫を3つ揃えた一式三順という役がある。例えば手配中に3億3344万4555とあるとき 333.44455? と取るなら三連国になるが、345.345345と取るなら、一式三巡になる。三連国と同じく、一式三巡もローカル役だが、三連国も一式三巡も、両方採用する場合、どちらに取るかで得点が変わってくることがある。3億3344万4555が手の内で完成していれば、 三、3アンコウが複合することにより三連国に取った方が高くなる。しかし、三千三百三十四万四千四百五十五から合で上がりした場合や、順ちゃんが絡む場合は、三連国に取るよりも一式三、順に取った方が高くなる。いずれにせよ、得点がより高くなる方を選択することになる。下のパイスが例も参照のこと。袋下。 ケース面前のケースじゅんちゃんが絡むケース、ありがとうございます。